フィギュアスケートの本田真凜が、インスタグラムを更新。妹、咲希の13歳の誕生日の祝福第2弾となる、ツーショットを披露した。別の投稿で公開していた野菜を妹の口に運ぶ。1枚に続き、昨夏にプールで撮影した。二人の写真をアップ。夕焼けをバックに、真凜はプールに浸かって、咲希をお姫様抱っこ。水泳キャップにゴーグル姿の姉妹は、揃ってにっこり笑顔を浮かべている。2、3枚目はプールサイドに上がった。ツーショット。髪を後ろでまとめたお団子ヘアの真凜は、妹を胸の高さで抱きかかえている。両脇を持ち上げて、高い高い。持ち上げられた先は大きく口を開けてびっくり。いずれも仲睦まじい様子が伝わってくる。先に公開した、野菜を口に運ぶ。ツーショットに続けての祝福第2弾。真凜は、ハッピー、ピアス第1パート2、と綴って実際の写真を公開した。去年の夏の写真、かわいいかわいい咲希、お誕生日おめでとう、2020万404、と記された投稿には、かわいい、のコメントが殺到し、他にも多数の反響が寄せられた。結構力持ちなんですね。家族の温かさが感じられます。本当に素敵なお姉ちゃんです。お姫様抱っこかわいすぎ。めっちゃかわいくて癒されます。高い高いがめちゃ高くて笑える。仲良し姉妹最高。投稿には10万件を超える、いいね、がつくなど、姉妹の様子に癒されたファンが多かったようです。また少し前の卒業時期には、塾終わりありがとう、と卒業を報告した真凜。皆様、お元気ですか？悲しいニュースが続き心が痛く、不安なことや心配なことがたくさんな、毎日です。今はじっと外出は控え、大変な時ですが、自分たちのために、家族のために、大切な皆様のために、一緒に乗り換えましょう、と。新型コロナウイルス感染拡大の現状を踏まえて、外出自粛を呼びかけている。この投稿にはファンから、天使か。え、かわいすぎ。ご卒業おめでとうございます。かわいい。などと反響が集まっていた。真凜は神田以降から、青森山田高に転入していた。